ダーマランナーどうも、鮭を取ったことない鮭トリックマグロと申します。鮭はい、ということでね、本日はですけども、こちらのマイクをご紹介させていただければと思います。さあ、まあ何かと言いますとね、こちらね、オーディオテクニカのプロ 49QL というものでございまして、で早速開けてみましょうかね。マイクね、こうやってね、まあ、なかなか、良さげに見えるものを使ってるんですけども、まあ、このマイクの特徴としては、もう目の前の、このね、本当にこの目の前の、この音しか今拾ってないんですよ。なので、俺がちょっと離れたり、もう全然違う角度で向かって喋ると、まあ、結構音がね、音を拾わないので、若干ね、苦戦します。まずとりあえず、これね、1個入ってますね。まあ、苦戦しますって何に苦戦するかというと、俺一人で撮る分にはいいんですけども、人が二人以上いた場合は、音が取りづらいと。まあ、そんな時のために、こちらのマイクをね、実はね、だいぶ前に買ってあったんですけども、ずっとね、まだ紹介できてなかったので、開けずにおりました。とりあえず入ってるのはこちらでございますと。ですね、なんかね、いろいろなんかついてるんですけども、マニュアルとかね、説明書やらついておりますけども、ま、ここからさらに取り出して、よいしょー、出たー。ここから、ここね、刺してその先にあるこちらでございます。こちらに先ほどのカバーをつけてあげて、まあ、だからこれ二人以上取れると、で、なんかね、ですね、このコンデンサーマイク、まあね、私そこまでね、こういう機材詳しくはないので、俺が適当に喋ってしまうのはあれなんですけども、まあ何でもね、こうね、跳ね返ってくる、バウンドしてくる音を拾うみたいな、よくわかんないけど、そんなような話を聞いた覚えがあるんですが、まあ、3、4名ぐらいであればこのマイクで大丈夫ですよと。で、何がいいかというと、まあ前にある音をなんか跳ね返って拾うので、後ろからのゲーム音とかはあんまり拾わないみたいな。そんなような話を聞いたような覚えがありますけども、本当にこの商品で良かったのか、よく分かっておりません。もしかしたら間違ってるかもしれません。多分これでいいと思うんだけどね。ですね、本当ね、ちょっとね、こういうのね、本当詳しい人に聞くのが一番。僕はあまり詳しくないです。こういう機材になってくるね、こういう機材になってくると専門的な知識が必要だからね。はい、ということで、こうなっております。まあ、これね、まあ、自由に曲げられるし、みたいな。まあ、非常にいい作りなんですけども。で、これで、しかもなんか1万こういうコンデンサーマイク、1万ちょっとでここまでしっかりしてるのは、結構なかなかないらしくて、まあ、なんかお手頃な価格らしいです。まあ、複数で撮るときにはいいんじゃないですかね。ただね、注意してほしいのは、こういうね、ちゃんとした、ケーブルをここに刺さないといけないので、まあ、ちゃんとしたオーディオインターフェース等々ないと刺すことはできませんので、ご注意ください。そして、ですね、まあ、このね、この形状だけじゃ、ちょっと使いづらいんで、こうケーブル刺してこうやってやるのは、ちょっと、どうやって起こってなってしまうので、それ用のスタンドがあります。それがこちら、オーディオテクニカテーブルスタンド AT8655 でございます。ゴー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 でございます。じゃあ、開けてみると、オープンプン。パカッ。これでいろいろ出てくるわけですが、と、イエーイ出てきたね。かっこいいな。お、結構重い。ずっしり。ずっしりしてます。結構重いです。どのぐらいあるんだろう。結構重いです。重さにして、ですね、8キロぐらいかな。今ね、ホームページ見ました。8キロぐらいあります。結構重いですね。まあ、これどうするかって、これを、こうね、マイクの方を、ここの台座の部分に刺すことができます。まあ、刺して、で、ここに台座の後ろにケーブルを刺せば、まあ、使えると。じゃあ、こうやって、となるわけです。ちょっと早速、刺してみましょうかね。音拾ってるかな？まだテストしてないから、ちゃんと拾えてるかわかんないけども、おそらく拾えてると思います。いきなりね、
直でテストするというなかなかブレイブなことしてますけども、まあ今後ね、まあなんか家に我が家でね、二人以上で実況するときはこれで撮ろうかなと。普段はこちらのマイクを使うと思っております。ということで、ここまで見ていただいてありがとうございます。まあ詳しくはね、商品の、商品ページをね、動画の説明欄に書いてあるんで、まあそちらを見ていただければなと思います。まあね、あんまりね、ここまで高いマイクを使わなくても全然ゲーム実況とかね、ビデオブログ撮ることはできますけども、まぁ、ちょっとね、なんかもっといい音質でとかいろいろね、環境こだわりたい方は、まぁ、こういうのを手に取ってみてはいかがでしょうか。ということで、ここで見ていただいてありがとうございます。おつくまきり、たまらんな。動画を見てくれてありがとう。PC の方は画面のこちらをクリックして、チャンネル登録してください。スマートフォンの方は登録ボタンか、動画説明文の中にあるリンクをクリック。これからも、さげくまチャンネルをよろしく。たまらんな。